佐々木氏とかさ、ね、あの、ロブリタもそうだし、あの内藤豊とかね、ロブリタとか、その辺もそうだと思うんですよ、まあ大関も含めて。うん。まあ、だけど、俺は俺で、その、見せたいところがあるから、で今回、だから、まずそのニューヨークのヨシさんに、あの、メンバーに連れてってもらって、それで、まあ、ズキさんお金出してもらって、あの、バリ島でサーフィン、ケイブさんのサーフィン見せてくださいと。ね、いうことで今行かしてもらって、で行かしてもらって帰ってきたら、ね、タトゥー入れてくださいと。で、そのバリ島も行って無事帰ってきてるわけじゃないですか。あずきさんはさ、ね、お金出してくれたんだからね。その上でさ、150万円ぐらいかな、300万円ぐらい出して半分はふわっち取られちゃうじゃないですか。だから150万円ぐらい自分ももらって、その3ヶ月分ぐらいの生活費で、これだっていけますかみたいな、いけますいけますみたいな、行ってくださいみたいなさ。でその上で帰ってきてさ、もう2日目にね、今日行ってください、明日行ってくださいみたいなさ、いや日曜日で今日2日目でもう超疲れてますよみたいなさ、ね、しかも足も怪我してるしみたいなさ、で国際免許も取らないといけないじゃないですかみたいなさ、だから明日だって月曜日だったら行けますよ、じゃあ私だって行ってください行ってくださいってさ、タトゥーね、入り詰めてくださいみたいなさ、テレパシーで言われて行って、でそれちょっと中途半端みたいなね、はめられたみたいなさ、いや大変ですよ本当に今ね、すごく